ドライバーもアイアンもすべて一緒。手元の動きはこのように柵のライン上を。皆さんこんばんは、原田ゴルフ原田修平です。今日のテーマは縦振り。体は縦に振るのかね、横に振るのかというところですね。まあよく肩を下げるなとか、右肩は水平に回れとかいう話がありますが、実際のところはやはり縦の動きになってくると私は思っております。ただそれに対してクラブの動きはどうなのかというと、クラブはですね、やはり斜めにラインされてますから、本当に縦にはなってませんのでね、やはりこのクラブの動きは横になっていく、この縦と横のこの関係性というものが非常に重要になってくるわけです。この横の動きのままでスイングしてしまうと、やはりいろいろミスが出てくるし、かといってドライバークラブによってやはり長いものは横になってくるし、ウェッジなどはやや縦になってくると、そこら辺の違いみたいなものがですね、分かっていただくと非常にゴルフのスイングというものの立体的にイメージがしやすいということが言えます。そこら辺のレッスンをしていきたいと思います。このチャンネルでは私の20数年のレッスン経験から得た知識、それをすべて公開している、そんなチャンネルでございます。ぜひともチャンネル登録していただければ幸いです。それではレッスンの方に入ります。どうぞ。縦振りとお話、体を縦に使う、これ非常に重要なんですね。で、縦に使う、前傾姿勢してるんで、このように左サイドが低く下がり、このように縦になると。まず、この動きを覚えてください。この縦の動きを、理解するという上での練習は、まずこのようにクラブを、このように前に置いてですね、スイングしていく。で、目安となるのがこの柵。この柵のラインに対してクラブが、まっすぐ同じく上がるように。そしてクラブがフォローするも同じく。このように縦に使っていくと。最後に体が左に回転し、まあ、若干横になるんですけれども、基本的には、腕の動きというのは縦なんですね。ですからこの腕の動きをずっと縦に使い続けていく。で、この動きはね、クラブの動きは違うんです。クラブは横になる。シャフトのライン上のポジションにこのようにオンラインに入ってくるんで少し横になるんですけれども、腕自体は縦なんですね。腕は縦、クラブだけがそれに対してちょっと横に動くと。だからこのように少しクラブが回るような形になるんですね。これはね、ドライバーも一緒なんです。ドライバーもアイアンもすべて一緒。手元の動きはこのように柵のライン上をこのように行き来している。シャフト、クラブがその後ろにヘッドが行くだけですね。この柵の後ろにクラブヘッドは行きますけれども、手元はこの柵の後ろには行ってないんです。手元のポジション、まあ一応インサイドに入りますけどね。これかなり長いクラブ。ドラコン用のクラブなので、ただ手元はどうでしょう。柵の大体近い位置にありますが、クラブヘッドだけがその柵の後ろに。そうすると、縦の動き、クラブだけが横の動きということになるので、このように横に動いてくると。まあ、このように、腕と、クラブには差が、生まれるということが非常に重要になってきます。つまりクラブに合わせてあまり、体の使い方を変える必要はない。まあ、スタンスとかね、アドレスのその形自体は変わりますけれども、基本的には全部縦のイメージを持つことが重要と。これ縦にずっと使ってるんです、アイアンね。縦に使うとこのまま縦に降りてくると左に引っかかっちゃうって方がね、いるんで、縦に使っても、この今縦のまんま降りてくれば、もちろんアウトサイドになるんですが、クラブがこのように回りますね。少しインサイドからこのようにクラブが入っていく。この動き、この動きを覚えていくと、縦に使って切り返しでクラブが後ろに下がっていくと。まあ、このような動きでインサイドから入る感覚を理解してください。つまりね、クラブが少し重たく感じるので、ここに存在しているんでね。で、ここでクラブが軽くなると。この重心の、変化、重さの変化というのが非常に大切です。こう上げるとね、クラブが非常に軽いんです。軽くなってしまうんで、この後重たくなるという形になります。クラブが重たくなってから軽くなる。この違い。これドライバーも、同じですね。ドライバーだから横に引くのではなくて、まっすぐ引くような形で重たくなって
ここで軽くなる。そうすると、インサイドから、そしてクラブ自体は横から入ってくる、シャローなのかということになります。アップライトに上から入れていくわけではない。ただテイクバックはやや縦の動きのイメージを持っていくということで、実際ね、体の動きは縦の動き、このぐらい縦にイメージしてもクラブは横に動くというような感覚を覚えていくと、体の使い方というのが分かってくるし、クラブの動きというのもよく分かります。ドライバーとアイアンでスイングを変える、その迷いというのはいらないですね。まあ、若干ドライバーの場合クローズスタンスにして少しだけインに引きやすくはします。実際こう見てると少しクローズになっているのが分かると思いますけれども、クラブの動き自体はこのように、このように実際横になるんですね。で、体の動きはもちろん縦、縦の感覚になっていけばいくほどボールを長い間ターゲット側に方向に押すようなスイングになっていくということになります。もう一度アイアンに変えてみます。アイアンなんか よりね、縦のイメージ、この横の動きじゃなくて縦、まあそうすればフェース面も長い間ボールを刺してるような感じだそうになりますね。ちょっとミスショットですね。左肩が少し低くなる形になるので、初めね、こう体が下がって、左肩が下がって感じるはずなんですけども、それでいいんですね。でこれ肩が縦に下がってる、左肩が低くなってるはずです。でもこれがちょうどスイング、前傾キープのスイングになりますので、このように体を縦に縦に動いていくという動きが実際のスイング、クラブの動きだけが横になっていくと、これが真実ということになります。それでは縦振りの動きまとめになります。クラブはこのように縦に使う、体の動きが非常に重要になります。でクラブはね、動きは縦というイメージにはならないかもしれない。ただ体の動きはかなり縦です。基本はまず全部縦のイメージに持っていってみてください。でクラブの動きがヘッドの重さで自然と横の動きになるんで、このように縦に動いてもクラブだけが重さでこのまま外に降りないで、後ろに必ず後ろに行こうとしてくれます。クラブの重みを感じていればですね、ここで重みを感じていればこのように横になる。体は縦の動きなんですけれども、自然とクラブが横になりますので、体自体は縦の動きでイメージしてください。これはね、アイアンとそしてドライバーもですね、同じです。ドライバーも同じく縦に使ってもクラブは後ろから、この柵の後ろにからクラブが降りてくるはず。体の動きは縦のまま、先端クラブの先端って重たいので必ず後ろに行くんです。この動きを覚えていくと縦と横の関係性分かります。いきなり横にインサイドに引かないようにしてください。はじめはクラブが重たく感じるはず、そこから、切り返すということが重要です。それではチャレンジドリルに入ります。実際、柵を作って、柵のこの前でボールを打つ練習です。でクラブはこのね、柵に当たるようでは絶対ミスショット してしまうんですね。このようにシャローイング、インサイドから入る、わけですが、それでもこの手元の動きをインサイドに入らないので、このクラブがですね、この柵に当たることはないんです。インサイドから入れてもですね、怖いですが実際当たらないんですね。もちろん外からクラブが入ってしまってはいけないので、クラブはインに入る、でも体は縦の動きになっていく、このような動きを覚えていくと、キレのあるアイアンショット、そしてそれでいてオンラインのスイング、ここがプレーに乗ってますね。切り返しでも同じ、ここで縦の動きを作ってもクラブだけはインからクラブが入るので引っかかることはない、アウトサイドインにはならないんですね。縦の動きを覚える上では、この指標としてこの柵を置いておくと、まあ実際ね、この立体的な柵じゃなくてもね、怖がってこのように外から降りていかないように、手元の動きとインサイドの動き、この動きを覚えていく、インサイドに入れて、このちょうどクラブを揺らしていく動き、これを覚えると縦の動きになりながらクラブだけがインサイドに入るというね、この技術が理解できます。まあ、グリップを強く握ったり力を入れてしまうとこの動きできないんですね。まあ、ための動きということになるんですけれども、ための動きを横から見るとこんな形、こういう立体的な動きになっているということを覚えてください。そうすれば縦のスイング、肩を縦に使ってスイングしてもですね、インサイドから入り、そしてダフることもないということが分かりますので、
皆さんこの練習をチャレンジしてみてください。札幌のゴルフスクール原田ゴルフ動画レッスンチャンネル、最新動画見逃したくない方はまずここをクリックしてチャンネル登録をしてください。そしてその後にこのベルマークをクリックすると常に最新動画が通知されます。ぜひ登録をよろしくお願いいたします。最新動画がアップされる夜7時にお会いしましょう。